さあ、1P はトントンさん、2P はモコさん、キャラクターはオモテクリス、草薙京、K ダッシュ、すごい、あのキャプさんっぽいチームですね、確かに。さあ、対するトントンさんは上東を解雇してケース、そして初手はやはりまた K ダッシュ、あー、K ダッシュとジョフン、さあ、お互いすごいミニッツが入って無駄です。 K ダッシュがダメダッシュを追い詰めてが火を焚いていく。さあ、しかしここはトントンさんもうまくいなしていき、後天が噛み合いワンコンボ。さあ、昇竜で落として上は見ている。さあ、ダイヤスタして、これはさすがにジョンフンも苦しそうですが、あとは構えてジョンフンリード。さあ、こわしワンコンボですが、シュートだったのでちょっと届かず。さあ、体力もいい勝負、残り10秒、無駄です、無駄です。さあ、ここはそろそろ、さあ、下に入って、あーっと、ちょっと早かった。あそこはでも、K ダッシュがもう前 B で喧嘩に来るところですから、確かにしょうがないですよね、今のは。さあ、中心 K ダッシュの同キャラですが、さあ、うまく火を焚いていたが、ここでトントンさんの K ダッシュが勝ち、モコさんの初手 K ダッシュが敗れる。中堅は今日だったかな、今日対 K ダッシュ。さあ、うまい、体に入れてエディまで入りそうだったが、ちょっと届かず。さあ、うまい、ここはコンボが入り、さあ、大胆コンボだ。さあ、K ダッシュはちょっと体力がないが、入りで喧嘩しに行く。さあ、とバンポイ取るが、うまいこといかず、うまくかぶせて、モコさん勝利。トントンさんは大将が C ケース。さあ、トントンさんのケースってあまり見たことを僕はないんですが、あの超球団の飛ばれやつは全員1ですね。なるほど、はい、やばい。これは飛びの速い強だと危ないか。さあ、ここはしかしうまく形成で、そう、リオスターがもうレールがおとがめはなし。しかしうまく形成でダメージを取って、さあ、鋭いジャンプリーが刺さる。ちょっと、いろんなところに行ってる間に対象対決になりましたが、そうですね、クリス対ケンス。さあ、昔は初夏の金字塔と言われた2キャラですが、今となってはその人気もどこ行ってはもうパオとかいろいろ出てきましたからね、このゲームは。確かに。さあ、この大河道対決はどっちが制するのか。お互いやはり緑色ですね。お互いやはり緑色は本当に緑率が高い。体が記念日間違いない。これは若干ケースが苦しそうな気もするが、さあ、ここ入って、これはギリギリ残る、残るかな、残らなかった。マックスドスキが減る。さあ、 1P ユキトさん、 2P はモコさん、キャラクターはモコさんが変わらず今日クリス、K ダッシュ。ユキトさんも、ユキトさんもイレブン勢の方でも、なるほど、ぶっちゃけると、あの攻撃のベスト8ぐらいまでイレブンに入っているという肌で。しかし、イレブンにいるキャラはペダッシュしかいない、ペダッシュしかいないという、なんかすごい、まあ、これはごっちゃにならないのも大事ですからね、あります。そして、あのすごいトントンチックなチームになってますね、これ。あー、なるほど。さあ、初手は裏クリス対ペダッシュ。さあっと、うまい勝利が出て、さあ、ダイヤシー、外させていく、外していくが、今のところお互い体力が5分ぐらいだが、ちょっとここも見せてしまう。
結構設定打がないはず、結構そのないものの体力は5割ずつ減ってるみたいな。さあこの辺入ってる、通してさあ火をかけるのはお前だけではないと。俺ちょっと色変わっちゃってるけどみたいな。確かに紫色の火の方が温度は高かったはず。確かに大丈夫ですね、大丈夫です。残り10秒来たところ、ここで投げる、投げる、さあ、マルゴ刺さって、おお投げてる、さあ、ここは刺し投げられるという、これもまた KOF だと結構あるあるが出ましたね。全く新しいジャンルが、いや結構ないよくあります。自分こすっちゃうとやっちゃいます、ね、俺もこするんでありますね、これは。さあ、刺して、これは表というか、ノーマルの草薙翔は、あの、ND がやはりすごい強いと思うんですよね、カズマス翔弱は。あとね、鬼焼きがほとんど負けないっすよね、飛び込みに。鬼焼きはだいぶ強化されましたよね。確かに。で、翔とかも2ヒットちゃんとするもん、はい。火力が高いですね、対空にしては。うまく翔がクリスを倒し、出だしたよ。翔。また炎を出している。さあ喧嘩する、喧嘩していく、火を焚いて、さあ手足側は火を焚く、火に打ち付ける、すごい落ち着いてますね。今日も火を焚きたいが焚くチャンスがない、焚くチャンスがない。あっとこわっ、ね、っと上手に焼けましたってなってきました、はい、でもスピードドライブを刺して K ダッシュが取る。最初は、表クリス、表クリス、ここはブラックアウトからの壊しが刺さりワンコンボ、赤いクリスか、おっと美味しい、クリスがここは許さない、やはり吐きたくない、アップダウンを当てて未来からタックをかけていく、ワンコンボ、ここを使う、さすがにリゲージは使いたくなかったが、ワンコンボでリゲージを払っていく。さあこれは功を奏しましたね、これは分からなくなりましたね、よかった、楽しかったです。さあ表クリスが4ゲージ弱をため、大将リン対クリス、さあお互い人が十分といった感じですかね。3ゲージのイージかなり効果力勝負になる。おっと一番人間っぽい色をしてるリンが、確かにリンのジャンプレースが効いてきました。これクリス側のリンのジャンプレースが効いてきました。ここは4ゲージで払っていく、さゆっとさんが勝利、いつの間にか4ゲージ溜まっていた。はい、お願いします。 2P 座るはリュウミさんですね。リュウミさん、はい、毎週自分 KOF11 の対戦をしていただいている。なるほど、昨日の熱唱大会の覇者でもあります。あ、リュウミさん、そうですね、そうです、なんか僕の友達と組んでた気がします。カズさん、あ、そう、優勝者同士の対決だ、これ。あと、これはイレブンの優勝者同士が UM で、ゼロ 2M で決着をつけようと選んだキャラクターは、決着は UM でつけようぜ。なるほど、選んだキャラクターは、リョウ・サカザキ、ユミ・サカザキ、アリゴガード。リュウさんはもうイレブンでは、もうユリはもう全員知って言われるぐらいのカラーが半端ないんで。さあ、そして、ユキさんの方は先ほど使ってなかったヤマキさんがいらっしゃいますね。イオリとあと、ヤマキ、そうですね、すごい、ヤマキを解雇して入れたのはヤマキという、どうなることやら。なるほど、しかしここはうまく両サカがダメージを取っていっている。勝利です、暴れて、どうしたどうしたと、どうした、おーっと、アッパーがすごい位置で当たるが、お前の強パンチほどどうしたみたいなことを言ってみる。さあ、アリエルさんが一本取り、中継は重く、あー、裏クリスですね。やはり強くなったといえ、強さの中のエンディングクリスを立ち上げられるという悲しい現象が今出てきた。これ、確かに悲しい。さあ、勝利を決めた、林追い返されて、林、ファイビー、かなりいい展開で
ラクリスが、ね、ほぼダメージも取られずラクリスが取り返して、中堅は魂キャラですか。魂キャラです。嫁と言われてるユリです。ユリ坂崎、さあ後継打つがダイヤシを追い返される。さあ先ほどからユスさんはラクリスのダイヤシの打ち方かなり上手いですよね。さあここはイレブンにはないコンボ、まあ、キャラもいないから当然だというユクトさんの技の置き方が本当にうまい。うまいですね。ユミさんこれはきついか。さあチームメイトの喧嘩だ。残り24秒でスライディング刺さり、きつい。スラッシュは足元が薄い。さあリミさん対象はアーニーボガード。4ゲージあるので本当に1回か。さあこう投げて崩されて、いきなり噛まれてしまう。ここは前ビームにして負けてダメージを取っていくが、あ、弱々小回りだったな。うまい。これはこれは死んで死なない。死んでください。大丈夫ですよ。もうユキトさんの勝利。じゃあスタートして始めてください。さあ 2P フェイトシーン、キャラクターはジョンフン、よりバイス。ワンピーストさんは、キャラをリンに戻してきてますね。ユリ・ユラクリスに、ユミさんから奪ってやったぞみたいにユリを。嫁を寝取る。さあ初手はヤガミ寄りたいリン。なんかお互いなんかすごい体に悪そうなのに食ってそうな感じですね。なんか若干ボンの色とかお揃いっぽい。お揃いですね。さあすごいすごい勢いがかかって、おっと、あ、なんかやりたい方がやってる。すごいリンはもう喧嘩もできるんだみたいな。8K が強いですね。8K 強いです。このキャラフレーム表だけ見ると幸せになるんですよね。さあフォア出すからドーパン殺すよ入れて、うまい。さあリンは敵攻めを受ける側なんでちょっと苦しくなる。確かに確かにずっと有利を押し付けていたい。さあジャブして打って、これの4割、リンは5割に対して有利はほとんどない。ゼロ、はい、が強い。そしてレッドキックが刺さり、レッドキック確かにレッドキックが刺さり、なんとか笑っている。ウハハとうれしそうにする。さあバイスだリン。これはですね僕バイス結構苦しいと思うんですが、あれは分かりませんけど、なんかウッドさんの動きが凄まじい。かなり動いてますね。さあウッドからゲージが溜まる。すごい2ヒットになりましたね今。新しい。ここはあ、いいと一夜いい。さあ、ねへんから勝負でリンを突く崩す。すいません、ビビりましたって感じですね。もうあでも今のもちょっと苦しそうでしたよね。かなり苦しそうでした。さあ、ここで中堅ウラクリス、ずっと使っているウラクリス。さあ、火を焚いていく。やはり火を焚く方が強い。やはりさあ、今のは勝ったのか。これは効いた。ああ、やりたい放題になってしまった。これ笑って許してくれない。シンディ、さあ、スタンガーも投げに行く。決めて、炎、火を焚く。さあ、バイス苦しくなってガゼンも返していく。時間の方は30秒切って、ああ、ここしゃがり、しゃがり。今のはおそらくスライディングから投げに行ったんでしょうね。本日の夜にも守ると踏んで、だがしかしフェイトシーンはダイヤシを出していた。さあユリ対バイス、これはですね僕実はバイスいけると思う。これはしかし漏れた中段に投げが刺さって、さあ目まぐるしくない、目まぐるしくない、実況しづらい状況ですね。これ歯を底けば無理せずガード。しかしあの技二度と削られるので割と痛い。結構痛い。さあ出た地上投げ、投げに、あ、ダイヤシに投げを入れて隙を軽減しようとしたがユリは空中にいた。ビンタみたいなのが飛んできたの。魔法のジャンプ強パンチ。
さあ、そして対処5分。この場合、レベルプレイヤーの方ですと、4は分からないという可能性がある。十分ありますね、これはちょっと。いや、しかし、先ほどの音を見てると、すごくいい音を見せてくれているので、結構、あの、ほとんど見たことないけど、バーサスでちょこちょこやったっていうのはお見受けしましたけど、初心者とは思えないような、本当にその動きしてるんで、やってない詐欺ですよ、やってない詐欺ですよ。さあ、出しさせて、無駄です、素晴らしい。これガード、うまく漏れた厳しい鉄を入れてフォローをする、うまい。しかし時間が残ったのは、おーっとビンと当たる、これは分かんなくなっちゃうぞ。無駄です、ね、さあ無駄です、ね、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 倒するが時間が足りない。 98UM ぐらい減ってくれればいけたでしょう。勝ったのはフェイトシーン、フェイトシーン。さあでもしかしピストもかなりいい試合を見せてくれた。ゆうきとさん素晴らしい。ゲームオーバー。あ、ケンシロウさん、では始めていただきましょう。イレブン勢のケンシロウさんです、はい。ケンシロウさん対スーピーフェイトシーン。さあフェイトシーンはキャラクターをジョンフーン、オリジナル強ヤガミにカーソルを合わせているが、さあヤガミより相手は元祖 3K ですね。元祖 3K ですね。これケンシロウさんが見せてくれるか。ケンシロウさんもちょこちょこバーサスリーブンやってくれるんですが、なるほど、あのさりげなく人間も一人プレイしたりして、なるほど、変わってはいると変わってはいます、ね、た感じですね。さあレイドシンが対策と言える警察対策もガッツリお前です。あれー、相手に引っかからないと、あー、はい、かかりづらいか、引っかからないことって引っかかりづらい。まあ、結構対策にはなるそうですよね。やっぱしかしジャンプの頃っていうか、はい、昔とかその頃なんてもうジャンプリードがダッシュがかなり強かったから、強かったんですよ。使う人あんまりいなかったですよね。確かに。でも今の対戦動画とかを見るとみんなおしゃれにジャンプリードを巻いてたりするので、巻いてたりするね。実は強かったこの技だと使わなかっただけだもんね。そうですね。あとこれもしまい、ケンシロウさんかなりいい動きしたんですけどね。しましたが、ナローがめり込んでしまい、ヤガミにコンボをもらい沈む。こうなるとこの先方キャラかなり怖い存在になりますからね。そうですね、やっぱり余裕ってやり込んでる人間も嫌なキャラですよね。嫌ですね。おっとサプライズ、なんかお咎めなし、お咎めなし。でも打って、おっとおっと、ジャックトルネが漏れてしまう。リノストライク、リノストライク、倒した。あー、ここ刺さる。やっぱ強いこの技、ジャンプで強い。ウィナーナッシャクイナー。さあキングが取り返し、今日これはどうなんでしょうね。リノストライク、そうですよね。両側はちょっと苦しそうな気がしますが、確かに竜巻先生だけで追い返す。あれでおーっとしっかり距離にしてダメで取る。さあ S でぶん殴る。あーちょっと割り乗りしてしまったか。が先端をガードさせたかったのでしたね。あー確かに、竜巻先生に追い返される。ラウンド4ファイト。これでこれでちょっとぶつかり合いみたいな感じで同じようなボール確かに。かすみさん、かすみさんちょっとちぎられちゃってますからね。そうですね。こうなると動きが 30% 増しになることでしょう。昔から赤いキャラクターは激しさの象徴というあれがありますから、ね、この通りですか。さあ、強化から強化ストーダー植えて少しオーバーハッチなんでゲームを貯める。やってきた遊びは終わりだ。これと巻き戻しなぎの、あの逆リダーがすごい強いと思うんですよ。なるほど、ハブダン。確かカムクラという名前だった。カムクラです。あのラーメン屋さんであります、ありますね。物議を醸し出しますね。美味しい派とあまりっていう人ダメという派と。さあ ND が刺さり、霞が倒し、4ゲージ。さあこれはいい奇跡を起こせる。ハッカーです、無駄ですね。奇跡の材料は揃い切ってる。どう打ち返して、
まだ3ゲージ。さあ、ベストバーで乗っかる。さあ、敵が来ますよ。さあ、敵が来ますよ。しかし、勝つものの体力がない。あがしゃばと。もう早く死んでくれとやんばかりの後ろ姿、哀愁漂う。まだまだ。さあ、どうなるの？どうなるの？おっと。まだまだ。まだまだ。やはり、死んでくる。さあ、知らないか。これを読み合い。読みはすごい上手かった。あれはおそらくガーキャンを釣って、下強パンでガーキャンを釣って、お父さんで流そうと思ったんですが、お父さんが出なかったと。厳しい感じでしょうか。ズッキーさん、あーちゃんとか使われたらですね。さあズッキーさん、キャスターはウラロバーとシャンコーハン。さあ、これアンヘル飛べるんで悩んでる感じですかね。確かに、ズッキーさんはかなりシャンに定評のある方なんで。そうですね、シャン、上手ですよね。僕も新宿で何回かやらせていただいたことある。そしてまたチャンがね、死ぬられちゃってますからね、はい、赤いキャラクターは激しさの象徴、ね、ちょっと鉄球が錆びついてますが、腕は錆びてないと思います。なるほど、初手ちゃん対フィールドガード、デートシーンはフィールドガード。チャンの対策か、どうでしょうか。小さいですよね、確かに。小さいと思うんですが、さあ、しかしこれはちゃんと、はい、あー、NC が当たらない。やばい、知ってる。さあ、苦しいから男子を返してくれ。ライジングで返して、今度お前は何やってるぞ。さあ、今日に出したのが裏切りじゃん。さあ、これキャラ替えが功を奏した。はい、チャンが倒れ、テリボガードがなんとか取り頭です。ニートと御曹司ですよ。さあ同じような髪型をしているが、やはりヒントの差はある。これは格差社会。さあキャララス的にも格差社会を感じますね。これはかなり感じますね。これさあ、ウラロバが取り返して、中堅オリジナル強。さあ、この強もちょっと緑色が入ってますね。そうですね、大丈夫です。さっきからちゃんと金2で嬉しいに甘えないで、ちゃんとやってますね。素晴らしいです、ね、少しでもダメージを稼いで、まあ、その辺がやっぱりやり込み1チームですからね。オリ強の金2って早くなったのかな。無事の頃と一緒だった。あー、確かに絶対つながらなそうなタイミングなんですけど、しっかりつながったんですね。さあ、じゃあ勝利を切り返して、弱小竜も先端当てならば、タネキャラの裏の側はそんなに痛い反撃ができないんじゃないか。さあ、今対策っぽいブットバカさんが、あれはクリアキが耐えても大丈夫。さあ、サマーで落とされ、サマーで切り返して、お、これはいいところ。カネキャラが草薙バリューで済ましてしまう。さあ、エミリー追い返す。吹っ飛ばし出る前に、これの勝ちだ。あのブットバー表より発生早いんですよ。一振り早いです。一振りだった、確か一振りだったんですよ。全然早いような感じがするんですけど、そうなんだ。あ、一振りだな、確か一振り早いと思ったんだけど、でもかなり早く見えますよね。一振りで出るブットバーって相当早いって俺印象があるんですけど。さあ、ここは入れるんだ。3ゲージ抱えて、おっと今のはレッドを見てから撃ったのか。さあ、返される。さあ、さあ、下がって、さあ、ディジニス、さあ、打って、さあ、まあ、水平で返す。はい、なかなかお互いがいけない。いけない。しかし、フェイトシンガーも前に出ないと時間がないが、はい、相手に追い返す。さあ、クロスカッターを飛びたいが、打たない体勢になってですね、これ。あと、多分投げが取れないスターになってしまったか。そしてレッドが2回入り、まあ、草薙がすごいいい残業を見せましたね、これ。かなり残業しましたね。かなりの社畜っぷりでした。さあ、そして大将ジョンフン。ジョンフンが4ゲージ。ハイレルもちょっとやりづらそうですね、はい、これ厳しそうだ。ちょっと休みたくないと。あーっと、ガーキャンを釣ろうとしたがダメ。フェイトシン冷静にガード。
下がりを決めて勝利。さあ 1P は秋田からいらっしゃったご当地ランダムさん、キャスターはネームレス、ネームレスキング。ダッシュ盤石なキャラ構成ですね。さあフェイドシンはネームレスを入れてくる。ネームレス、さあしかも中堅に置いてますね。中堅ネームレス流行りですかね。そうなんですかね。さあそれはユリタイキングですね。はなんかいけるいけないで物議を醸し出し合いで、フェイドシン自体昔聞いた時はユリがいけるって言ってましたね。ダブルストライクを強く打っていく。まあこれが最強の技なのか。ダブルストライクはまあガードさせればそれだと大人でもないですからね。さあキャン使えなければ、まあ、飛びがやはり速いので飛びを打ちづらいですよね。飛びは特にああいう高い位置に出る球じゃない球はやはり寄りの飛びを飛ばないとなんですからね。ああ確かにね。さあ中心からダブルストライクを入れて、今のピッチを入れたがリレーで出した青い花に刺さり、なんだかんだでいい勝負ぐらいにはなってきたが、残りは5秒を切る。さあ最後に読み合い、また禁止投げを入れていたのかっぽいっすね。さあ中堅ネームレス対初手キング、これは右側は疲れさせることをかなりかけてますからね、はい、前提として立ち回っていった方が疲れさせつつこうゲージを貯めるみたいな。さあ僕の皆さんトリオキックを結構落とすのが無駄や無駄な時はかなり弱かった。おお上はよく見ているって感じだと思うんですが、いやしかしこの体力だと尺法じゃないや前提で死んでしまうが、それだ払っていく。1ゲージしか残らない使わせてもいいといった感じだと思うんですが、あー出ない、吹っ飛ばしが出てしまう。さあここは親しい親しいジャンプ C という連携でキングが沈む。火力の違いを見せてやると。ここはワンコンボを入れてジャン A からで6割といったところでしょうか。マギさあ勝負に近いさ、状況が厳しい。さあっと見てたのか、見切り発進か、ほぼでも同時に出たぞ。同時でしたね。同時に出ていた。あ、見ていたと、見ていたと。さあしかしここでお小遣いのないネームレスとお互いお小遣いのないネームレスが出てきた。お小遣いないけど私はまだ中堅ですみたいな感じで。そうですね。さあそういうここは今年の皆さんはゲージを貯めながら穏便に対峙していくのが一番いいところですね。さあここは前入れて、さあ写真で追い払う。さあ上は見ている。おお、なんと少子が、少子が判定の強い少子、俺たち判定の塊って言ってましたからね。あれあれはあれ確かに強いですよね。やばい。さあ上が溜まって少子かたやジョンフルさんは1ゲージと少子もう間もなく2ゲージしたところが、ジョンフル初めて英語で見てジュンって言った人は何人ぐらいいるんですかね。ありますよね、これ。まあ、それは、おっといて、その条件が、これは厳しい。あれは守りきれない。勝ったのはフェイトシーンの連勝。ゲームオーバー。